前回がね、てかまあ前々回かな、前々回ぐらいで、まあ12日からかな、4月12日から17日やったのかな、前々回多分それやって、まあ阪神負け越しで、カープには、まあ勝てずにっていう、感じでね、ちょっと化けの皮が剥がれてきたかなってとこだったんだけど、前回ね、ヤクルトに連勝、巨人に2勝1分けと、結果的にはね、負けなし、負けなしとしてね、我々ドラゴンズが、折り返しまして、ね、またね、首位に返り咲いたというところで、前回終わりました。はい。というところで、今回はね、まあ、阪神3連戦と、まあ、カープ3連戦かな、やっていこうかなと思います。はい。いや、まあ、ツーアウトなんでね、肩の力を入れていきましょう。ナイス。最後は高めのボール球投げてしまいました。やっぱ作戦はあるかな、そうだな。バッターボックス、なんか前回もてかフォアボールばっかあった気がすんな。フォアボールでチャンス作ったけど点取れないみたいな、だったけど宇佐美来たね。ナイスナイス。先制でかいよ、先制かなりでかい。てか宇佐美が打つってのがいいね。19球ではまだスロースターターは消えないと、だいたい3回ぐらいだもんな。いやー長打きついよ雄大。スロースターターきついな、きついな、やりづれな。まあいいや。あー盗まれた、しょうもない作戦だ。あー取れない。帰ってくんなよ木浪、いい走塁すんなよ。タイガースが再起、頼むよ。いやいいねー、ナイス。リュークいいね。いやナイスナイスナイス、ナイス俺よ。2人ともナイス俺。まあ、これだからスクイズとかできるラインだな。ただまあさすがにノーアウトに三塁、未来の4番、いや竜の未来を背負う男、さすがにバントはさせないな。さすがにバントはさせない。ナイス。竜の未来背負わせたいから。まあここはね割り切ってね次のバッターで勝負ですよ。いやこれもこれで宇佐美はねチャンスがついてるから、これスクイズさせるのもまあそれはそれでナンセンス。頼む宇佐美、頼む、前前打とう、前打とう。中間守備で来てますから。いやーでも体勢崩れてるよ。セーフじゃない、リューク頑張れよ、リューク頑張れよってか、セーフじゃないワンちゃん。サード持たついてなかったか、あれもたついてたぞ、サード。セーブじゃないか、あ、アウトだな。アウトだ。普通にアウト。いや、これは周平行くしかねえわ。信じられないもん、チャンス弱いし。見え見えかもしれんけど、行くしかねえよ、周平。見せるしかねえよ。ナイス。ナイスナイス。走れ走れ、もうさせん、近本はさせない。仕方ない、見事に盗塁を決めた場面です。ただ相手調子いいんだよな、みんな。ここでこう使いたいけど調子いいからな、相手が。これで追いつく可能性がぐっと高まりまして、あおいおい、おーの同点のランナーが三塁を回った。雄大って言うぞてめえよ。おい中野いかれてるやん。どこがエースなの。もういいよじゃあ、もう勝ちたくないんだろう、雄大。いいよじゃあ、じゃあ負けよ。じゃあもうエースがそんな態度するなら負けるしかねえわ、そんなもん。もういいよ、せっかくなこの俺たちが打てもしない中でさ、ね、頑張ってフォアボール選んで、スクイズでさ、頑張って点取ったのに、そのすぐ後にこんなことされたらさ、たまったもんじゃないだろう。ストライク先行、1点張りが良くないかな。ただ結果論な、あー、セーフじゃない。ワンチャンセーフじゃない、今。大丈夫か。ご覧いただきましょう。普通に何してんだよって言おうと思ったんだけど、なんかアウトになったな。いや怪しいけどね。うん、リプレイ検証されるやつだと思うけどな、これ。
まあ、こっちの世界戦も始めちゃったんでね。ユダイ。たるんでるわ、ダメだ。ちょっとオーネ、背番号変えるかもしれない、これは。魂の決断だわ。ちょっとオーネだよ、背番号変えよ。ちょっとあの頃の背番号、お前背負っちゃダメだ。ダメだ。お疲れ様でした。さあ勝利まで。カレー。変化球で空振りを取ります。試合終了。ちょっと大野雄大がな。タイガースが僅差で勝利。もう内でやって勝つためには分かってるだろ雄大。なんとか逃げ切りました。こういうところで抑えないと、てか抑えないと勝てないんだよ。俺たちは。分かってるだろ雄大。お前が一番分かってるだろう。大野雄大。まあでも22番大野雄大すぎるな。初心に帰ってほしいわ。あのピッチングされたらあれは大野雄大じゃねえもん。02番。大野雄大の始まりです。これは終わりじゃない。始まりです。チャーギー頑張ってもらうしかないわ。阪神強いけどな。頑張るしかない。頑張れ。柳頑張れ。柳。ピッチャーが打たれちゃダメなんだって。まあ、阪神強いか。阪神強いか。そっかそっか。中継ぎが打たれたか。中継ぎ打たれたしゃあないな。入ります。さあ2アウトにはなりましたが、覚醒が思ったよりしょぼかったんよな。いいねいいね。さあどうだ、外野落ちるか。なんか大島、岡林、石川高也だな。石川高也はようやってるわ。ドラゴンズ1点を先制しました。センターを唯一3割じゃないか。1対0。点を握ることができました。絶好調で点は取ったとはいえ、これはどうか。まだおおお、菊池が、菊池大丈夫か。菊池、ちょっと心配な状態です。菊池、どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。国母やん。あれ国母か。打順は1番に帰ります。バッター大島。国母哲也か。あれヒットを放っています。ナイス。破りました、センター前。これな、岡林にバントさせたい場面ではあるけど、バントさせたい場面だし、バントさせるのが正解な気はするけど、バント警戒されてアウトなったらおもんないんで打たせます。岡林ならしかワンチャン打ってくれる。それ信じよう。バッターの岡林、十分十分。取った。一塁そのまま入って、危ねえ。危ねえことすんな。まあなんとか進塁打になりましたね。いや細川スクイズ行きてえな。相手絶好調だしな。全盛期ダルビッシュだと思わないとダメだ。今戦ってるのは全盛期ダルビッシュと思った戦おう。これ床田じゃないぞ。全盛期ダルビッシュだ。1点取りに行く野球しないと。頼む、聖夜。聖夜頼むよ。聖夜。聖夜。練習してこいよ。ちょっとな、周平確かバントは、D か。チャンスいいなんだよな。まあ、大野翔太の前に2、3塁してどうするの男子ではあるけど。まあ、それはちょっとあるけど。いや、難しいな。大野翔太は2、3塁して、これ今こそスクイズじゃんって思うけど、バントがある選手のスクイズは、コンピューターには警戒される可能性が高い。そうなると簡単にはできない。そうなると、結果的に高橋周平に打たせた方がいいのか。そっちにかけた方がいいかもしれん。頼む、1割8分9厘。さて赤星さん、この高橋。いいねえ。竜の未来よ。バントが上手い選手にバントさせるのはね、さすがに見え見え。スクイズだろうなーってみんな思ってる。みんな思ってるからこそ、みんな思ってるからこそ振り抜きます。なんでよ、いいじゃん、とこだ。
いいじゃん。そこだけ変えてくんなよ。満塁は変わりません。リュウ君難しいなこのチーム。何通り考えないといけないんだよ。大野翔太はスクイーズ違うんだよ。でもリュウ君はバント D だからありか。でもチャンス C か。何通り考えないといけないんだよ。ただ1点をもぎ取る野球すごい大事だと思うんだよな。逆に言えば相手がね、今このシーンって言うとやっぱ中日がね、細川でスクイーズ失敗してるから、ひよってんじゃないかなっていう。あいつらもスクイーズやってね、無駄にランナー消したくないなって、そう思ってるだろうなって、やっぱ広島ベンチも思ってるからこそ、あえてまだ諦めない。ここでまだ行きます。おぉ。立浪が馬鹿にされる。俺たちの立浪監督が。俺たちの立浪監督バカにされるやん。どうしてくれんの。立浪監督は悪くありません。マクブルーム、もう簡単にひっくり返される。でも今日の試合でも俺が悪い、でも俺が悪いけど結果論なんだよな。床田絶好調にじゃあタイムリー打てるのかって話なんよ。ヒットになったクブルーム。先ほどの打席で同点となる。高橋だと勝たせたかったけどな。いいコース。素晴らしい。素晴らしいコース。いやでもナイスナイスナイス進塁打しただけないですよ。ナイスナイス。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席にはブライトが入っています。まあここで行くか。バッターに回ってきましたね。さあ2アウトながらチャンスはまだ続きます。さすがに1点取り行くか。もう終盤だしな。なるほど、そうですね。相手も高知県使い切ってるしな。俺たちがさっきなんで俺たちが岡林の時に高知県使わなかった。高知県に対して何もしなかったこと、これが生きるんじゃない。センターへ持っていったで正面なんだよ。でも相手勝負だ、残ってるもんな。重要な場面となりましたね。まあそうですね、相手ベンチもカードを切ここで。いや、これ松山も絶好調なん、ずるいって。宇宙間へ持っていった。松山も絶好調なん、ずるいだろう。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。しょうもないやな、しょうもなです。なんか力の差感じるわ。まあ点差、インサイドグラブ弾いた。ああ変えたことが響いてる。ああ疲労回復のために変えたことが。ああしかもしょうもない。恥ずかしい。お前名古屋ドームでして野球じゃねえだろう。初球は何から入ってくるか。引っ張った。恥ずかしい恥ずかしい。恥ずかしい恥ずかしい。バッターボックスには9番ダメだ。ドラゴンズもう力の差を力の差をめちゃくちゃ感じる。石橋しかいない。ゼフ長ビシエドは無理だ。ゼフ長ビシエドじゃな。選球眼ビシエドの方がいいか。変わんないか。でビシエドはなんか、いやでもゼフ長だもんな。石橋にしよう。叩かれるんだろうな、これも。なんで代打ビシエドじゃないんだって。調子が悪いんよ。やっぱこっちの陣営のこと分かってないからな、SNS は。叩くんだろうな、ビシエドじゃないんだって。見ろ見ろ、これよ。ドドくんかい。返していくような意識でいいですよね。あ、いいんじゃない？そうですよね。んで正面呪われてます。これで3アウト。采配有利やったのに。惜しくもあと一歩及びません。采配有利なのに真正面のファーストゴロゲッツー、悲しい。ただ枠さん、ちょ枠さん連敗止めて。ちょ枠さん、まあでも大瀬良打てるかが問題か。ナイス、よう止めた、よう連敗を止めた。極端なんやって。なあ。野球が下手っぴ。
惨敗。ドラゴンズルーズ。惨敗でもないけどな。小笠原くん7回投げて3失点。悔しいよ。次回はまあベイスターズと阪神戦。6試合あって。また阪神か。いや、苦しいな。ちょっと新戦力欲しいわ。いい加減。はい。新戦力に期待して、また次回やりましょう。はい。終わります。お疲れ様でした。